サテライトはプリムスが製造、販売していた自動車である。1965年モデルイヤーにプリムス B プラットフォームを用いる中型車ベルベデア系のトップトリムモデルとして導入された。2ドアハードトップとコンバーチブルのみ設定され、GTX が登場する1967年モデルイヤーまで最上級モデルであり続けた。1965年 新しくより大きなフューリーが、クライスラーのフルサイズ C プラットフォームに導入された時、ベルベデアの名前は1965年のプリマスの新しい中型ラインに移された。ベルベデアサテライトは、ベルベデア i 及び2の上に位置するシリーズのトップトリムモデルであった。2ドアハードトップ、またはコンバーチブルのみ設定された。バケットシートとセンターコンソール、及び V8 エンジンが標準。 1965年の標準エンジンは273クイーンで、オプションで318クイーン、361クイーン、そして383クイーンと426クイーンのコマンドエンジンがあった。426エンジンはウェッジ型燃焼室を持ち、1966年の426ヘミとは異なるものであった。フロントエンドは両側に一つずつのヘッドライトがあり、 グリルは水平に置かれた4つの薄い長方形に、1966年の生産台数は35,399台のハードトップと2,759台のコンバーチブルであった。1968年、スタイルが変更されより高級ナトリムを持ち、318V8 エンジンを標準搭載するスポーツサテライトが登場。通常のサテライトの上に設定された。 スポーツサテライトはロードランナーと同じ水平ブレード付き黒塗りのグリルを装着。一方通常のサテライトはベルベデアと共通のグリルを付けた。4ドアセダンとステーションワゴンが初めてサテライトに設定された。1968年にはスポーツサテライトのセダンはなく、しかし紛らわしいことにサテライトスポーツワゴンがあった。これらはスポーツサテライトのトリムと共に外反に木目パネルが ついていた。スポーツサテライトセダンは1969年に追加され、ワゴンは通常のスポーツサテライトの一モデルとなった。1968年モデルではまた、サテライト及びベルベデアと同じボディを共有するプリムスロードランナーも導入された。1968年のボディは1970年まで続き、1969年にはグリルが新しくなり、 1970年にはフロントとリアのスタイルが小変更された。1971年モデルでは新しいデザインが導入された。2ドア、4ドア、およびワゴンで大型のクライスラーシーボディのフェイスリフトに合わせて新しいフースセルジスタイリングを採用。前の年とは異なり、4ドアセダンと2ドアクーペはシートメタルを共有せず、それぞれが独自のスタイリングとされた。 セダンはベース、カスタム、ブロアムが、二ドアはベース、セブリング、セブリングプラスの各トリムが設定された。ステーションワゴンはベース、カスタム、そして木目を付けたリージェントの各モデルがあった。二ドアはループタイプのフロントバンパーを持ち、このボディは GTX およびロードランナーのベースとなった。1973年モデルでは二ドアは角張った。 シートメタルとリアサイドウィンドウになったとともに、よりコンベンショナルなフロントデザインとなった。1974年モデルの安全要件には、セダンとワゴンに5マイルマイジバンパーの装着が含まれた。サテライトの名前は1974年をもって廃止され、その後、プリムスの B ボディジャー氏を持つ中型車は、フューリーの名称になった。サテライトセブリングは、クライスラーコルドバに置き換えられ、 ダッチチャージャーと、その全く新しいボディを共有した。ありがとうございます。